41年半にわたって自衛隊勤務をされてきましたけれども、今年の12月21日をもって定年退職いたします。演奏会の指揮をするのは今日が最後です。演奏会であり、記念すべき行事でございました。一生忘れられない、本日、今日のこの催しだったというふうに思います。もっと忘れられないようにですね、花束をお渡ししたいと思います。何とか、何とかに伝わるのかんですけども、とは、妙子院様からですね、辻元松陰様からお渡しをお願いいたします。ありがとうございました。